オスターゼェルは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村であり、ベステンドルフ行政共同体を構成する、自治体の一つである。オスターゼェルは、アルゴイ地方に位置する町である。この町は、公式には5つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。クロスターマイヤーの捕獲。 オスターツェルは、ロッテンブーフ修道院に属した。この修道院は、帝国直轄の修道院ではなく、バイエルン公の会にあった。しかし、オスターツェル集落を含む、そのシュバーベンにおける所領の統治は、帝国直轄であった。その統治権は1803年の予測過後に、バイエルンのものとなった。1771年1月14日に、マティアス・クロスターマイヤーは、 この地だ人の同盟者と共に捕獲され、民宿、サポストに監禁された。演劇サークルと射撃サークルは彼の名にちなんで名付けられている。2018年からベルンハルト物価が長長を務めている。赤字に銀色の十回枝分かれした角を持つ黒バ型の鹿の頭部。その上に銀のナの葉が浮かぶ。この形の紋章は1950年に公式に、 採用された。ありがとうございます。